白文帳の表紙と瀬表紙白文帳は長野県で考案され、主に長野県だけで使われてきた漢字練習用のノートブックである。大きさは主として英語サイズで縦書きで使用する。なお、白文とはかなを交えず、漢字のみで書かれた文を意味する。1930年代後半に長野県の教師が考案し、同県松本市の中学校で使われ始めた。 運運動が長野県向きに製造、販売を行っている。年間13万冊程度が販売されており、そのほとんどが長野県で消費されている。従来から表紙はオード色になっているものが多い。1冊あたり30枚とじの構成で、約10ミリメートル四方のマスが1ページあたり縦18、マス横13マス印刷されているものが一般的である。なお、 漢字の学習に利用するノートとして、同様の製品に漢字練習帳や百字練習帳などが挙げられるが、いずれもマス形線の構成が大きく異なり、区別する必要がある。長野県内の中学校で生徒の漢字練習用に採用されている。考案当初は漢文の音読の練習が主な用途であった。現在の使用法の一例としては、 宿題として1日に1ページ以上漢字を練習し、毎日あるいは定期的に学校に提出するなどがある。博文帳そのものは、単純にマス目が並んだだけのどこにでも、ある平凡なノートであり、毎日1ページ練習するという、見えない伝統に価値があるとする意見もある。その一方、単なる作業になっているとして、博文帳を廃止する学校もある。読売テレビ、 秘密の県民賞の2008年12月4日放送分で紹介され知名度を上げることとなった。富士テレビ、目覚ましの曜日の2011年10月29日放送分でも紹介された。ありがとうございます。